さあ続きいきましょう。ドラクエ6です。キラーマジンガーはまあほっといてね、とりあえず置いといて、まあ今回も探索かな、探索パートですかね。潜りの探索でいきますか。とりあえず行ってない土地をまだまだ狙っていく方向で、ここやここ行きます。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってくださいね。危ねえ危ねえ。ゲントの杖を、勇者が持っていないということが今発覚した。危ねえ。よし、行くか。ちょっとね、やりたいこともあってね、スライムナイトを仲間にしたいっていう気持ちがすごい強くて、まあずっと言ってるんですけど、多分あそこにおったなっていう当たりがついてるんですよ。だからちょっとその付近もし行ったら確認だけさせてください。あそこにおるよなっていう、なんとなく思い出したっていうか、洞窟やっていうことは覚えてたんですけど、あの何やったっけな、あのなんかほらエキスみたいなのを取りに行った洞窟ですよ。透明の半透明の状態から戻るためのエキスみたいな、最瞬間制約書のあそこにおったような気がするんですよね。ちょっと仲間に引き入れたい、やっぱ有用なキャラっていうイメージがすごい強いんで、ピエールかな、名前ピエールになるんすかね、またちょっとわかんないですけど。トップダンサーになった。マホトラ踊りの特技を覚えた。トップダンサーとは、これで7つ目か。うわ、もうちょいや、もうちょいや、来るぞこれ、上位職来る。ちょっとこれも楽しみですね。一回上がればいいかな。この辺多分ね、あった、見逃すわこれ。うわぁ、すごいですね。なんで、どうやって、なんで水入ってこへんの、ここ。旅の方ですね。私も昔はいろいろと旅をしていたような気がします。でも、どうして旅をしていたのか、自分は一体誰なのか、すっかり忘れてしまったんですよ。しかし、私には誰かと大切な約束があったような、フーム。また、もうまた、ややこしいこと。そこにいるおじちゃん、とっても面白いんだよ。だから僕大好き。なにー？こいつ、もしかして、パノン的なことですやん。忘れてるやん、記憶喪失になってるわ。そこにいる人は海の底を漂っていたのをこの私が助けました。自分が誰かも思い出せないのに、とても明るい性格で時々私を笑わせてくれたりします。今ではこの教会のなくてはならない存在ですわ。マジかこいつ、絶対そうや、旅芸人のパノンや。こんなとこおるやん、うせやん。これちょっと待って、というか夢を探索すればいいのか。どえらいとこおるっすわ。マジか。ちょっと探索ちょっと探索ね。マジか、記憶を失ってるんや。なんかしてあげなあかんねんな。あ、ミレさん即死、ミレさん即死ね。スー、メダパに強いな。聞く相手やったらもうほぼ最強魔法ですよね。うわ、何にもない。地図をねチラチラ確認しながら行きますよ。ここはその水の部分を抜けないとやから、あれか、これもまた一回下に入るパターンかな。こういうのあの FF でもよくありますよね。一回潜ったら海溝みたいなのがあって、そこであそこから浮き上がるというパターンかな。なんかあんまりなさげやったけど、どうなんやろね。
違うか。だいたいああいうとこにカトブレパスおるとこ、ああいうとこやで。確か。違うっぽいな。入れそうなところないっすね。ここ、うん、いや違うな。あ、見えてんすけどね、ほら。あそこ絶対、あそこやねんけどな。違うっぽいな。キングマーマン。わあ、わあ、派手やな。こういうおばちゃんいますよね。なんか、スナックで。こういう、ママいますよ。わ、聞かねえ。口角がもう下がってもうてんのよね、年取ってもて。口角下がるとダメですよね。え、いけへんっぽいな。ちょっと一回浮上していい？いけへんね、オッケー。っていうか、いけへんねと言いながら家を見つけた。すげえ珍しく、こんな小さい家やのにこんなお城の音みたいなしてる。格式高いな。アモスがおるわ。またおる。ウモスかエモスがおるわ。オモスかな。もうカモスぐらいかな、これは。私またや、伝説の剣求めて50年ほど遅かったようだな。何、あんたらもザム神化に会うためにここまで来たのか。いいえ、だったらよそに行きな。この先には名もない小さな村があるだけだぜ。ザム神化って何？でもな、俺のじいさんが子供の時会ったことがあるって50年以上昔の話だな。その時すでにザム神化はかなりの年だったみたいだから、さすがにもう生きちゃいないよ。やっぱ50年前に行かなかった。ということは夢の世界や。ザム神化だけが伝説の剣の封印を解く言葉を知っていたと。何？ザム神官が死んでしまった今、誰も伝説の剣の封印を解くことはできないでしょう。来た、今度は剣か。剣の話題来ましたか。剣の話題来ちゃった。ちょっと待てよ。じゃあ、階段が近くにある可能性は高いな。ですね。ちょっと周りは何もないな。ちょっと探索しますか。これ雪山みたいなのが見えてたとこっすよね。小さな村があるだけという話でしたけども、あー、ここやね、雪やね、これか。うわ、あ、凍ってる。冷たく凍りついてる。うわ、氷に閉ざされ、うわー、中は暖かそうですけど、カッチカチやで、これ。あららららららら、何があった。あー、おもす。この町の有様は一体どうしたことなのだ。仕方なくこうして断りもなく勝手に泊まらせてもらっているが、お主らも泊まっていくか。宿代の28ゴールドはわしが預かって。お前、なんで金取んねん。絶対ポケット入れてるやん。え、あいつめちゃくちゃ怪しいです。あいつめちゃくちゃ怪しいけど、まあまあしょうがないんでしょうけど。いや、ド変態でしょ、こんな町にずっといるって。うわ、寝たまんま。っていうか、暖炉は火ついてますけどね。すごい状況やな。何があったんこれ。これこそ、これもやわ。これも絶対、あー、井戸や。井戸やぞ。ザム神官はどれですのっていうか、もうおらんのやろね。これか。この井戸はくせえな。一応ぐるっと回ってカッチカチなってますからね。ああ、生きてる生きてる。おじい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 、あんたらこんな村に何の用だね。ご覧の通り、わし以外の村人は皆凍りついてしまっとる。ほんの老いぼれに用はないじゃろ。さっさと立ち去るがいい。おい、お前さんたち、何を探しておるのか知らんが、この村の北東にある祠へは絶対に近づいちゃならんぞ。絶対にな。行け言うことやん。 RPG 用語では早く行けと。
即行けってことですね。北東ね、北東の祠ね、今すぐ行けっていうことですね。用語的に訳すとね。よし、行くよ。はい、行きましょう。そこに秘密があるのがもう確定やからね。一応移動は確認しますか。移動、あー違うんや。え、あー、ただの枯れ井戸や。違うわ。オッケー、じゃあとりあえず行きますか。北東の祠へと。これ階段上がっ、あ、これやね。え、2個あるん。山頂っぽいところ来ましたけど、え、あーいす、氷だけに扉は固く閉ざされている。ここじゃないねや。さっきなんか謎解いてこなあかんっぽいか。下の方から行きますか。まずは同じようなことなんでしょうね。まずはこっちでなんか謎を解くんじゃない。あ、雪の女王や。アナと雪の女王います。あら、ずいぶん久しぶりのお客様ですこと。私が誰かも分からずにやってきたようね。クック向こう水の旅人よ。南西の村のゴランという若者に私のことを聞いてごらん。ゴランという若者に聞いてごらん。ラッパーかお前は。きっと教えてくれるでしょうよ。クックック。なるほど、もうなんとなくわかるわ。ジジイがおそらくゴランなんやろうな。50年経ってんじゃないのこれ。何年も経ったんじゃ、もう若者じゃなくなってんちゃうのこれ。あのジジイがゴランなんやで。ちゃうかな。おいジジイ、君の名は。すん、お、見てきたわ。うわっ、あ、こいつや。手がかりなしか。仕方ない、他を渡るしかないようだ。あ、こいつも伝説の剣求めて旅しとるからや。出た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 。おっと失礼、急いでるもんでね。喋ったれや、ちょっと声かけようや。スタバでも行く。いや、まあ、行かった。もう何じゃお前さんたち。もうわしには何の用もないはず。今何喋ってたん。ん、ゴランという若者は誰かじゃと。わはは、笑わせるわい。ゴランが若者だったのは、ほらほらほら、もう50年も前のこと。この老いぼれがゴランじゃ。ゴラン、この老いぼれがゴランだよ。もう今ではもう貯金もゴラン円しかないよ。お前さんたち、わしがあれほど行くなと言ったのに、北東の祠へ行ったんじゃな。まったく若いというのは無茶なものよ。いいかお前さんたち、もう二度と北東の祠には近づくな。わしのような思いをしたくなかったらな。行けってことやん。もう一回行けってことやん。ちゃんと言ってほしいわ。 Google 翻訳に入れたらもう一回行けってことでしょ多分。行く行く。なぜゴランがあんな風に50年経っていた、おじいさんになっていただって。それならお前もこうしてやろうか、プルルルみたいなことでしょ。分かっとんねん、分かっとんねん、分かっとんねん。ちょっとずれてんねんお前のとこが。これちょっとずれてんねん。もうちょっと真ん中に置いてほしい。し、やっぱりまた来ましたね。ゴランから私のことを聞いたでしょ。え、ゴランは若者ではなく老人に。クスクスクス、そうでしたね。人間は私と違って年を取るのですもの。私としたことがうっかりしていました。クック。まあそんなことは私にはどうでもよいこと。さあ、ゴランに聞いてきたなら言ってごらんなさい。またや、また陰踏んでいく。私の本当の姿を。どうしたのです。さあ、私の本当の姿を言ってごらん。ゴランに聞いたんでしょ、言ってごらん。さあ、しかし勇者には答えられなかった。まさか本当に知らないというのかい。ご覧に入れましょうか。
そう、ではあの男、ゴランはあなたたちに私のことを言わなかったのね。思えばあれから50年、ゴランも十分反省したようね。反省した。いいわ、あの村にかけた呪いを解いてあげましょう。クスクス。え？解いてくれんねや。私は雪女のユリナ。この地方の自然を守っているわ。私と出会ったことを他人に漏らしてはいけない。その約束をゴランは破った。雪山で倒れていたのを助けてあげたというのに。でもその償いは十分に果たしてくれたようね。もういいでしょう。さあ吹雪よ、冷たい棺より皆の魂を解き放て。吹雪いてるように見えますけどね。これで解き放ったことになるんでしょうか。これで町の人たちは元に戻ったわ。もっとも彼らにはもう50年の時が過ぎたなんてわからないでしょうね。ただ一人の男を除いてね。怖っ。さあもうここに用はないはず。早くお行きなさい。それとあなたたちも私のことを喋っちゃいけないわ。いいわね。くっくん。喋りませんわ。喋らんようにしよう。気つけよう。全然帰れへん。すー。いやでもね、上のね、扉開けなあかんからね、なんかもう一個あるんやって。上の方の扉のことは、今んとこ全員スルーしとるから、ここからでしょ。音変わってる。戻った。ここはマウントスノーの村だよ。すげえ。もう一瞬でその、時が動き出したんやね。子供でも酒を飲むんだ。マジかよ。ぐいっといきな。体がポカポカしてきた。俺のおごりにしとくぜ。あれ、隣で一緒に飲んでいたゴランはどこへ行ったんだ。確か二人で飲んでたらゴランが雪女がどうとか言い出して、そうしたら急にドアがバタンと開いて雪が吹き込んできて、怖っ。すごく寒くなって、その後、あれ、その後は覚えてないや。怖っ。めちゃめちゃ怖いっすね。変でちゅ、さっきまでそこにいたゴラン兄ちゃんがいないでちゅ。たか、あいつどうしたやろね。いない、消えてる。もう行ったわ。あいつ絶対持ち逃げや。まあええか。安かったもんね、あいつ。175円取らなあかんのに28円しか取っとらへんたの。良心的すぎる。何をしようとしてたんだっけ。井戸へ水を汲みに行くんだわ。そうよそう。ほんまに止まっ、時が止まったところやねんね。なんかもう雪女ってやつの話を。雪女ってやつの話を。あるよあるよ。全くおっかね話だよな。いやおるよ。あの北東のねとこにめっちゃおるよ。一匹おるよ。北東のとこにね、おるよ。見に行く？ちょ、みんな聞いてくれ。水汲みっと。どういうわけか突然皆が氷から溶けたのだ。そこまでは良かったが、宿屋のおかみが私を見つけて、あんた誰よって追い出されてしまったのだよ。ちゃんと宿代は置いておいたのに。と、安いね。28円で泊まってたからよお前。おっと失礼。なんだか長い間寝ていたような気がしてね。あの北東におるよ。みんな北東に元凶おるよ。お、実は私は巧妙な賢者であるザム神官の噂を聞いてきたのですが、ザム神官ではかなりのご老人で、もうとっくに亡くなってないね。亡くなってないねや。そっか、50年固まってたから亡くなってへんわ。お墓にでも参ることができればと思ってたから、なんとあんなにお元気で生きておいでじゃないですか。来た、孔明やからこれがザム神。うわった、来た。伝説の賢者とを知っているとも。剣はこの村から北の氷に覆われた洞窟に眠る。しかし封印の扉がその入り口を閉ざしておるのじゃ。封印を解くにはある言葉を扉の前で唱えなくてはならぬ。ちなみにわしはその言葉を知っておるが、教えてほしいか。ん？ん？いや教えろ早く。ラップの芯でしまくぞほんまに。封印を解く言葉は、はじめの合言葉と3つの文章からなっておる。ほう。まず、はじめの合言葉はメラサム。これで封印の扉が目覚めるはず。そしてここからは大事だぞ。心して覚えるようにな。まず一つ目の文章はな、自分は正直者だというようなことだったか。何言ってんの。二つ目は、力持ちの姫が、うる覚えもええとかやん、こいつ大丈夫？樽を持ち上げて、ちょっと。
最後の3つ目は氷を食べるときは寒くて鼻や痰が出てくるじゃな、これだけ教えれば封印は解けたも同然。剣はこの村から来たの。ここ氷に覆われた洞窟に眠る。心して行くがよい。もし剣を手に入れたらわしに報告しに戻ってくるようにな。ざっくり教えてもらったな。行くか。みんなおるよ。ゴランっていう男が住んでいたはずなんだ。どこ行っちゃうんだろう。たんだろう。それに下にいるじいさんは誰なんだろう。誰なんだろうと思いながらも一応チラ見はしたんや。お前たちユリナと会ったんじゃない。はい。あ、答えちゃいかん。わしと同じ目に遭うぞ。お前たちはもうこのゴランのことを知っておるのじゃろうな。ユリナはわしを許してくれたんじゃろうか。いや、もうそんなことはどうでもよくなってしまったわ。あの日わしは友人と酒を飲んでおった。そしてつい雪女ユリナのことをポロッと漏らしてしもうた。あんなに固く口止めされていたのにユリナは怒り、この町のものを氷漬けにしてしまった。わし一人を除いて、あれから50年、わしはたった一人で。長かった。なあ、旅の人よ。若い頃の過ちは誰にもあるものだと言われておろう。だからこそ恐れずに信じた道を進むべきじゃと。そして人は成長すると。ならばわしの犯した過ちも、わしの人生にとって意味のあることだったのじゃろうか。わしにはよくわからん。50年の月日はあまりにも長すぎた。いや、意味あったよ。ゲーム的には。ゲーム的にはめちゃくちゃ意味あったよ。これでもしかしたら、真の魔王を倒せるかもしれんからな、ジジイ。お前のおかげや。その時はお礼しに来るわ。なんか適当にバームクーヘンかなんか買ってきてるわ。任しとけ。なんだか冷えたな。変ね。たった今作ったばかりのシチューが冷めちゃってる。いや、食べない方がいいよ。めちゃめちゃ腐ってますよ、それ。お散歩に行くんだっけ。ワンもね。ワンも凍ってましたから。食いもんはもうぐちゃぐちゃなってんじゃん。シチュー。みたいな、起きた瞬間なんやみたいな感じになる。まあいいか、よし行こう。ちょっと待って、覚えてないけど、まあいいか。よし行くか。なんとかなるやろ。正直者の姫が樽転がすんですよね、確か。 OK、 よし。いい剣が手に入るんやな。楽しみすぎるぜ。ていうか雑魚強えな。どうしようかな。この組み合わせでいくか、ミレさん置いていくか。ミレさん置いていくという手もあるんだが、アモスさんいいんでね。アモスさんいいんで行こうか。体力バカを使いますかね。体力バカ4人衆で外からあの回復で行こうかな。まあまあ何回も行くかもわからんからね。とりあえずは、扉を調べた。扉は固く閉ざされている。合言葉を唱えてみます。メラサム。よし、はい。ああ、目を覚ました。我は汝の道を塞ぐ者なり。汝の道切り開きたくば、定められし言葉を我に伝えよ。はじめの言葉はいかに。我正しき心を持つ者なり。次なる言葉はいかに。ちょっと待てよ。力秘めたる刃をや。姫の樽が見たこと言ってたもん。力秘めたる刃を。最後の言葉はいかに。氷の淵より解き放たんでしょ。我らが命の灯火、絶対おかしいやん。文章的におかしいもん。今ここに示すべしもおかしいでしょ。氷の淵より解き放たん。よし、来たー。バチ氷。よし。いったー。ドキドキ。あー、こっち系か。トリック系ね。トリック系ダンジョンね。あ、真ん中ね。真ん中行くのね。よし、すん。雑魚出てこんのかな。いや、そんなことはないと思うな。雑魚出てくると思うな。
落ちるんでしょうね、これ。なんか落とし穴がある系やな。サイです。うわー、まさにサイレス。サイレスっていう名前のやつが魔法トーンやってくる感じ。後のスクエアエニックスである。後のクロノトリガーですね。よし、この頃はまだエニックスですよね。魔法使いの魔術師になったヒャダルコ・マホトラ。ちょっと待って、メダルも結構溜まってるよな。奇跡の剣いけるかもしれないですけどね。一回ちょっと苦しくなって離脱したらメダルいきますわ。多分結構溜まってると思うな。ここ滑るんやろ。ちょっとね、ゆったり行こう、ゆったり。うわー、仲間にしてー。うわー、これちょっとちょっと仲間にしてえな。これはちょっと、マホトラもいけんのかよこいつ。優秀すぎるやろ。誰かと大違いやで、これ。マホトラもいけるんや。回復もそうやん、これやったら。マジか。うわ、仲間にしたいっすね、あいつは。左から見て。なし。雑魚レベルは割と高いですよ。結構きついです。割と食らってますもんね、ガンガン。ゲントが手放せへん、マジで。うわー、きつい、きつい。いや、あれもう2匹ともにやられてたらもう積んでたレベル。むちゃくちゃきついっすわ。ゲントが手放せねえ。温かい。うわー、邪魔だ。飛んだ、バシルーラ。え、バシルーラは大丈夫か。うーわ、最悪や、これは最悪や。え、ちょっと待ってくれ、これあれ、ちょっと待って、ルイーダの酒場行かなあかんのじゃない。どこやったっけ、ルイーダの酒場。覚えてないっすわ。で、普通に考えたらダーマにあるよな。普通に考えたらダーマにあるはず。めんどくせえこれ。どこ飛んでいってんわ。一番ここやもん、出会いと別れ繰り返す場所やもん。ここにあるのが一番ありがたい。ありましたよね。え、なかったっけ。あ、よしよし、よかった。帰ってきてるんやろね、多分。よし。あー、おつおつ。どうやって飛んできたんやろ。結構早く帰ってきたな。帰巣本能がすごいですね。ちょっと待ってくださいね。職業をね、一人魔物使いにしときたくてね。くっそ悩むわ、これ。くっそ悩むな。いいか、とりあえずいいか、とりあえずいいっすわ。まあ、スライムナイト狙いやから、スライムナイトを取りに行こうと思うので、このイベントが終わったらちょっと取りに行こうかなと思います。
とりあえずは、あ、そや、現実世界に戻らないと。よし、さて、マウントスノー、ロンガデセオがまだマウントスノーの下にあるから、このイベントの後とかに行くことになるっていうことなんですかね。順番的には早く発見しすぎてるんやな、多分。いらないっすって言って、宿屋泊まって、ならず者の町ロンガデセオ早く行きたいぜ。ただまあ世界はかなり回れるようになってるんで、ちょっといろいろ行きたい。まずは剣やな。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、まあいいか、まあいいか、言っときゃよかったメダルを。まあいいか、後で行きましょう。状態では敵出んのかな。すごい楽ですけどね、スーの状態では雑魚が出ない。うわわ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 わ、そういうことか、そういうことか。滑るんじゃないのか、あれは。ここはスーやで、スー。え、あっち絶対なんかあるやん。一旦見て、扉を開くべき旅人よ、北、西、東、南へと氷を引き裂く稲妻をたどれ。なる、なるほど。これボタンがということ、あーなる、北、西、東、南か。こういうことか。あー、やらかしたー。そっか、そこ一マス置いとかな。最終的にそこに行くんやから。上は何にもなく、なしと。あ、あ、もう開いてるわ。え、もう開いてるんやったらすごい楽やねんけど。なにこれ、あった、めっちゃ簡単。ちょっと待って、大丈夫やな。怖いぞ。ほら来た。うわ、え、おっと、これはいいタイミングだったな。ちょっと失礼。いや、あかんよ、なんでどくのよ。ちょっと、うん、これがあの伝説のラミアスの剣か。しかしこれなら今俺が使っている雷鳴の剣の方がよっぽどマシに思えるが。え、置いた。伝説なんて所詮こんなものかもしれんな。こんなところまでやってきてとんだ無駄足だったというわけか。邪魔してすまなかった。この剣はあんたたちのものだ。いや、最初から俺らのものやって。なんやねん、余計なお世話かもしれないが一言言っておくよ。魔王は強いぜ。あんたたち、そんな剣に頼っているようじゃまだまだってことだ。ブーメランすぎるやろ。お前も取りに来たんやろ。雷鳴の剣の方が強いみたいなこと言ってたやん。ほら、置いていけや、ほな、その剣もよ。俺の名はテリー。世界中を回って剣の修行をしているものだ。あんたたちの命が無事だったらまた会う時もあるかも。あばよ、ムカつくな、こいつ。仲間にしたくない。なんか仲間にしたくないな、こいつ。あ、錆びてんのか、そういうことか。錆びてるんや。研いでもらわないかん。職人さんや。言ってたな、職人みたいなやつ、鍛冶屋みたいなやつに研いでもらわなあかんちゃうか。そういうことか。それや、ロンガデセオにそれがおるから、みたいなこと、小屋でなんか荒くれみたいなやつが言ってたような気がするな。それか。なるほど、なる、わかったぞ。それで行こう。
はい、はい、テリー絶対仲間になるんですよね後で。あの比叡的なキャラクターの感じ腹立つわ、イラッとしますね。なんかなんともクールクールクールな、なんか痛いやつみたいな感じでイラッとするわ。全然かっこよくないぞあんなやつ、マジで全然かっこよくないですからね。あれ帰れへん、もうリレミトでいいかな、もうしょうもないぞあんなやつは。全然リレミトでよかった、まあいいか。いやもしかしたらテリーおるかなと思ったんですけど、おらん。